皆様こんばんは。本日はイベント主催のオンラインセミナーにご参加くださいまして、ありがとうございます。司会進行を務めさせていただきます、三井千恵子です。本日は株式会社ハイマックス様のセミナーとなります。まず第1部は、エコノミストのエミン・ユルマズさんと、私で相場外交についてお伝えいただくほか、企業様のホームページをご一緒に見ながら、ちょっと予習をさせていただきたいと思います。 そして20時20分頃に株式会社ハイマックス様のご講演、その後質疑応答に移らせていただきます。質疑応答では皆様からチャットでいただきましたご質問をどんどん拾ってまいりたいと思いますので、皆様はぜひ感想、ご質問という形でご参加いただきたくよろしくお願いします。双方向でやっていきますので、どうぞ1時間よろしくお願いいたします。では早速、第1部スタートしてまいりましょう。エミンさん、よろしくお願いします。 よろししくお願いしますこんばんばはさて、エミンさん、今は FOMC9 月に0.75%の利上げがあるんじゃないかとか、景気後退、リセッションするんじゃないかとか、ちょっと投資家としては不安があったりですとか、あとドル円がね144円台、24年ぶりつけたりなんかして、ちょっとどういうふうな投資戦略を取っていいのかわからないとお悩みの方もいらっしゃると思うんですけれども、本日は、 エミンさんがプロの目線でどのように相場を見てらっしゃるのか教えていただけるということでよろしくお願いいたします。はい、お願いします。えー、資料ですね用意しましたので、はい、ちょっと資料からやっていきたいと思いますが、はいえー、まず、えー、これはスクリーンシェアですね。はい、はい、お願いします。はいお願いします。 はいいお願いします、えー、まず、ですねちょっとアメリカ経済とアメリカ株の方から見ていきたいんですけれども、まあ、アメリカの景気自体はですね私がいつも参考にしているのはこのカンファレンスボードっいうアメリカの独立調査機関が作っている、まあ、アメリカの景気先行指数と一致指数ですね、動きとしては。この先行指数はですね、えー、残念ながら今年にも中旬以降にですね下を向いていてですね これがちょっと心配な動きですでアメリカは今、GDP がですねあの2四半期連続でマイナスになりまして、まあ、これはいわゆるテクニカルリセッションと言いますただ実質上、まあ、リセッションと判断するのは NBR というアメリカの機関なのでた、まあ、多分後にです、ね、後にまあとに1年後ぐらいにあの時はリセッションが始まっ,たっていって言い出すかもしれません。なので ちょっとアメリカのですね、マクロ指標は足元で悪化しているというふうに思ってください。えー、もう一つですね、これはあの Google トレンドですね。これたまに私は使いますが、2004年以降にですね、Google のデータがありますので、そこでですね、今、まあ、流行っている言葉っていうのは、まあ、どこまで流行ってたかっていうですね、そういうもの。そこでリセッションって検索するとですね、これはあの皆さんも いろんな言葉を探すことができますよ。リセッションって探すと、例えばですね、このリセッションというキーワードが、まあ、盛り上がってた、みんながそれを検索してたとき、まあ、一つはリーマンショックのときですね、これ大きい、えー、そしてこの局面、これはチャイナショックの前後ですね、そしてパンデミックのとき、そしてもう一つは今ですね、えー、ちょうど今盛り上がって、今上がってます、つまりまあリセッションリスクが、えー、残念ながら高まっていると。 え、いうことは、まあ、一般的な、まあ、いわゆる消費者、国民、米国民の感覚としてもあるということですね、これは。そしてもう一つ、今度は少しテクニカルな話。まあ、債券市場の立場から、金利の方から見た考察だと、 まあこれも有名なですね実は景気先行指数の一つと言われているものがありましてそれがいわゆる逆イールドといいます逆イールドというのはアメリカの2年国債と10年国債の利回りが逆転することですねこれは普通通常長期国債の方が金利が高いですで、まあ、それ当然ですよねお金を長く預けるわけですから長,い長く預けると高い金利を取りたい普通取れるんです、はい しかしあの、目先景気が悪化すると思ったらです、ね、実は短期金利の方が上昇するんですよ、長期金利よりも。それは長期で持っておくのが怖いっていう人が増えるってことですかそのの通りです、ですうん、まさにその通りで、あのまあ、目先の、まあ、景気は多分あの半年から1年ぐらい以内に悪化するだろうっていう見方ですね。 ということからですね、えー、残念ながらこう長期国債の、まあ、金利があ、まあ、下落するかもしくはそこまで上がらない。えー、短期、目先のおものの,、えー、その金利、えー、2年国債とかの金利が一気に上がるんですねで。これが今起きている。ここを見ていただくと、これが2年金利からまあ10年金利を引いた値ですで。これがゼロより下っていうのは、これが、まあ、要は、えー まあ、逆イールド起きているということですから、えー、例えば起きた局面というのは一つはこの、えー、IT バブル、うん、が崩壊する前ですねちょうど2000年、えーまあ、そのピークで起きてますしそしてあのリーマンショックの時も起きてますしそして今ちょうど今起きてます。ということは、まあ、最近市場は少なくとも目先はあのそんなに。 インフレが上が上るるとも思ってていなんんでですすよそれを示してるんですねこれは実はですね、まあ、その意味では、まあ、ポジティブに捉えてる人も中にはいるんですけど実はあんまりポジティブな話ではないそしてもう一つですねこれがアメリカの s P500、まあ、これは、ね、私は年初からずっと主張してるのはまあアメリカの株は株式市場はまあ調整局面に入ったともしかしたら下げ相場に入りましたと、えー、これあの見ての通りきれいなんですね実は あのまあ、下げ相場の特徴を出してまして、まああの綺麗にトレンドラインに沿って。サポートラインを引くと、えー、もうそこで下落のトレンドなんじゃないかってことが分かるっていう,かそういうことですね。ねまあ抵抗戦ですけどね、あのえーまあ、天井からですね、えー、そうですね、えーまあ、いわゆるそのこれってあの下げ相場っていうのは、まあ、高値が前の高値より下、安値は前の安値より下っていうことなので、まあ、それが綺麗にここに。 現れてるんですねでということはじゃあそのこれがいつまで続くのかっていう、まあ、これはもちろん FRB の金融政策も関係ありますしただまああの本当に金融危機的な、まあ、例えばアメリカ景気後退が明らかになって一、まあ、つだから完全なるまあリセッションプラス金融危機的なものに発展するとまあ大体この、えー、高値で4800じゃないですかこれの、まあ、半値ぐらいですね。 つまり2400、2500ぐらいまで下がると。大体、半値なんですよ。こういう下げ相場っていうのは、高値、史上最高値、高値の半値ですね。半値まで下がる可能性があるということです。これがアメリカの要素ですね。はい、ちなみに、半値ってどのくらいなのかとかってあるんですか。まあだから、半値がこの局面だと、だからまあ、岩尾線、大体 S&P500 が4800なんで、これの半値っていう2400です、ね。おかなり そうですかなりまあ深掘りする可能性があるということですね。なるほどありがとうございます。はい。まあそういうあの極みが近づいてるんじゃないかなと私は思っています。これがアメリカですね。はい。でまあもう一つ特徴としてはこういう下げ相場の特徴っていうのは下げながらもお強い反発を繰り返していきますので。 リーマンショックの時もあの実際底打ちするまではこうやって15%、9%、15%、10%、20%、27%強いあの、まあ、下げながらも反発を繰り返しながら下げていっているという特徴があるんですね。だからある意味、えー、ちょっと皆さんが気をつけなきゃいけないのは。 えーまあ、コロナショックみたいに、ガツっと下げて、ガツッと戻るっていう感覚ではないですね、そういうものではない、そういう部類のものではない、それはちょっと勘違いしない方がいいです。これがアメリカ、ちょっと中国も見ていきますと、実は中国の方がですねアメリカよりも私、状況悪いと思っていて、その証拠がですね、今、アメリカが金利をあの引き上げようとしてます、今度7 75ベースポイント、おそらく、はい、実は人民銀行っていうの今、緩和に動いてるんですね。 であの、主要政策金利を軒並み引き下げてるんです、中国は。で、その理由っていうのは、中国のありとあらゆる実はマクロ指標が足元で悪化していて、例えばこれは中国のこういう売上だからですね、これ見ていただくと、ちょっとですね、戻ったんですけど、やっぱりこの、えー、都市封鎖やめないんで、またこうあの下、下げに転じてるんですね、ここがポイント、だから中国はまだゼロコロナでロックダウンやめないっていうのは、 えー、このサービス業製造業ともに悪化させていて、ちょっと製造業の方も見てみるとこれは中国の広報業生産同じくこれ見てみるとやっぱりそのちょっと反発したもののその後横ばいもしくは下げに転じているっていうのは見てわかると思います、えー、これが製造業、えー、そしてもう一つですね重要なものとして中国は一応新興国まだ成長過程高度成長している国の仲間なのでその意味でこの 貸し出しの伸び率っていうのは常に高い高いままでずっときてたんですけどここに来てですねやっぱ大きく下がってるんですね。レベルとしてはちょうど2001年のレベル、まあ、中国のある意味高度成長が始まった時期と同じぐらいのレベルまで今落ちてきているということです。ということで、まあ、これが2つの意味があって1つはですね借りたい人が多分少なくなってきている、まあ、さっきも言ったようにその、まあ、いろんな意味で景気悪いし あの経済成長が鈍化してきているので、まあ、借りるニーズが減っている。もう一つはですね、銀行に余力がなくなっているっていう可能性もあります。これもだからいわゆる不良債権が溜まっていて、あの銀行が昔ほどリスクを取られない、あんまり貸し出せないっていうことでもあります。で、その背景にあるのは実は不動産バブルが崩壊してるんですよ。中国は。これは中国のですね新規 新規住宅価格、前年比でですね、月ベースでこれ、全部出してるんですけど、今年の5月から実はマイナスに転じてるんですよ、うん、このくらいやっぱり景気が悪いというか、住宅買わないくらい中国というのは景気の懸念があるっていうようなイメージですかそうですね、まあ、中国ってもともと割とだから、みんな株よりも家を買うっていうのは投資手段なんですよ。だからあの、その株とかの信用度っていうのはそこまでないので、株式市場のね。 その意味でみんな割とだから、まあ、投資としては住宅を買うっていう、まあ、今までもそれがずっと上がってきたし大きさとしてはですね、まあ、7000兆円近くあるんですよ中国、あの世界最大の不動産市場です。 それがですね、ここに来て、やっぱりかなり減速している、で不動産中国の不動産デベロッパーっていうのは、まあ、軒並み経営難にも落ちていてるんですね。で、その背景にあるのも、やっぱりゼロコロナで、特に商業施設っていうのは、キャッシュカードだったから、そこからお金が発生してこないんですよね。でそこからお金が発生しないと、今度で、あの開発中の,あの建設っていうのは続けられないわけなんですよ。 今度はいわゆるそれを購入してた人たちっていうのはローンの支払い止めるんですよねだってどうせ家作ってないんだったらそのローンの支払い止めますと、えー、と,いというですねちょっと悪循環連鎖が起きていて今度はそれそのデバロッパーにお金を貸している中国の銀行っていうのは結構まあ困ったことになるとそういう状況が今起きてます。 でそれがですねちょっとここ、実は去年から起きていて、これは去年の第2四半期のですねデータなんですけれども、これは IMF のハウジング・ウォッチっていうものなんですが、えー、こちらはですね、えー、住宅価格指数対個人年収ですね、えー。で、見てみると、まあ、つまり、えー、これがあの住宅価格が個人年収に対してはどういう今立ち位置にあるのかっていう、ですねこ,の、えー、これが2015年を100とした。 値なんですけれども、えー、今中国はですねこれ80いくつなのということは2015年に比べて下がってるということなんですよねこの住宅価格指数は2015年に比べて住宅価格よりも中国の場合は年収が増えたけれども住宅価格はそこまで増えなかったと割と日本の方がですね上がってるんですよねあのつまり2015年100だったの今110になっているということは日本の不動産の方が ここ7年間で、まあ、約年収に対しても10%以上それをいあの上回っている。じゃあ、日本の方が私たちの収入に対して割高になっているっていうことは、日本人はちょっと買いにくくなっているみたいなイメージですかねそうです。その通りです。まさにその通り。逆に中国人は買いやすくなっているってことですよねこれそうです。そうです,そうです。買いやすくなっています。買いやすくはなっているんですけど、ただ問題は中国の場合はありあの国の あの国民の富っていうのはすべて、あのー、その不動産に結びついてるんで、買いやすくはなってるんですけど、買いたいから今度買いたくなく,な,くなるんですよ、人がね、この上がらないとわ分かるとね、そ,それが今、起きてるんですよなるほどで、中国の経済が分かると、私たちは日本株投資されてる方が多いと思うんですけど、どういった影響があるんでしょうか。 そうですね、まあ、中国の場合は、だから割ともう、反戦指数は2018年に、まあ、これは香港ですけど、まあ、一応こっちの方が資本市場が発展してるんで割、わと海外の投資家も買える市場ですよね。そうですねだから、あ割と42%ぐらい高値から下がってるんですよ。ということは、だからさっきも言ったように50、50%が目安になって割と結構下がってるんですよね。もうあと8%しか、ね、下余地ないいくらい下がったったてことですねそういうことです。 でじゃあこれらアメリカと中国に日本にどう影響するかっていうとちょっと日本の状況も見てみると、まあ、一番最初のカンファレンスボードの,あの実は先行指数1指数っていうのは日本のためにも出ていてこれ先行指数ですねこれ見てみると。 こ,この局面っていうのはちょっとデルタ株なんですけど、その後反発して、また下がって、また今反発してる。で、日本の場合は、割と景気サイクルっていうか、足元の短期の景気サイクルは、コロナで動いコロナに影響される場合が多いんですよ。やっぱりコロナで、あの、行動制限かけると、あの、まあ、 緊急事態宣言すると景気が悪くなってそれを解除するとよくなってを繰り返してたんですね。で直近の第7波は行動制限かけてないんで、まあ、これが1つプラスもう1つはあのコロナ以降に日本3年間ぐらい今でも先進国の中で割と非常に厳しい入国規制をやってるんですね。まあ,あの中国ほどではないけれども先進国の中では一番厳しいあの入国規制やってます。でそれがですね実はちょうど、えー、昨日ですね あの9月7日から、えーまあ、ちょっとあの入国するときの,あの PCR 検査の,あの必要性ってななくというのは、ね、緩和されたってことですねそういうことですでまたちょっと時間はかかるけれども、今後、日本の観光業は多分おそらく復活していくでしょうし、まあ、コロナによって行動制限かけられることは今後はなさそうなので、これがまあちょっと一つプラスとして考えています。 で日本の業績を見てみると、これちょっと6月時点でまだ新しいのが出ていないので、会社指揮法からのまとめなんですけど、日本の上場会社3523社、えー、今期は7.9%増収、16.4%増益、えー、こちらは非常に好調ですね、今期。今期というのは2023年3月期ですね、今期です。<laughs> で、来期は3.8%増収、10.1%増益、つまり2023年。 4年3月期ですね、まあ、つまり、まあ、ちょっと今期は悪くないんだけれども来期は少し業績は鈍化するっていうのがこれでちょっと見てますあ明らかに、えー、これは出てきている一方新興市場は今期は16.3%増収33.6%増益来期は14.3%増収77.5%増益、えー、こちらもですね割と顕著、えー、ただ鈍化するのは あの実質上、その売り上げだけで、実は来期、新興市場の方があが利益率が高くなるという意味では、ちょっとですね、その意味で、大手企業よりも本当はいいんだけれども、株価がなかなか債いないという、そういうことが起きています。うん、では、相場環境が良ければ、新興市場の企業に注目してみると、利益につながるかもしれないみたいなイメージでよろしいでしょうか。ああのね、さっきの、ね、じゃ話と一緒なんだけどね 42%下がってた、はい、あと8%しかないって言ってたじゃないですか。はい、だから、同じ原理が、この新興市場にとっても実は言えることで、新興市場っていうのはずっと下がってたんですよ、ここ2年間ね。ねだから、かはい、そう、ダウンサイドがないんですよ、あんまり、その意味で。 だからあのおそらく今後、悪化していくとはあのアメリカと中国の状況は悪化していって当然ながらその影響は日本株も受けますが一方で、新興市場っていうのはすでに下げきっている部分があるのでダウンサイドは限られているゼロではないけれどもダウンサイドは限られている逆にこれがあの大手指数の方が大きい指数の方が下げきれば上がりやすいんですよ。 コロナショックの時もそうだったんですけど、うん、マザーズが真っ先に上がりましたよねうん、うん、日経平均より、うんえ。ということです。なので、うん、まあそこは一つだからポイントとして見ていてもう一つはだからあの えーまあ、一応、売上高の情報修正が続いているので、その意味で、まあ、ちょっとそれがインフレも関係しているんじゃないかなと、日本で今、インフレが起きていて、まあ、インフレによって値上げが起きて、それが売上増につながって、利益増につながって、賃上げにつながって、さらなる値上げ、えー、売り上げ増っていう、まあ、いい循環になれば、まあ、日本経済はいい方向に行くのかなっていう気はします。うん、つまり、値上げ、売り上げ増、利益増、イコール賃上げっていうふうに。まあ きれいにつながってほしいっていう、まあそういうのは実態としてはちょっと思ってはいる。まあその可能性はあります。はいはい、であとはですね、全般的には、あの、まあ円安、これは、はっきり言って円安がかなり効いてるんでににあの、日本株は割と高値から、まあほとんど下がってないというか、そんな大きく下がってないんですね。あのアメリカとかあの中国とか、 に比べるとうん、うん、高値から日本株は大きく下がってなただしこれは円立てペースですねなので円安の効果は大きいかなっていうふうに思いますドル立てだと割と結構下がっている感じはありますねはい、ありがとうございますはいありがとうございますでは今日ご講演のハイマックス様のホームページを見ながらちょっと時間が押しておりますので はいすみません早めに、<laughs> いえいえ、分かりやすい説明、ありがとうございました。はい、しゃべりすぎちゃった。<laughs> い,いえい,いえいえいえ、ホームページを、あら、失礼いたしました。ちょっと一回切らせていただきます。<は>あら、失礼いたします。あら、すいません、生配信ならではということで、ちょっとご容赦いただきたいんですけれども、ではこちらから。はい 見ていいいいければと思いますのでよろしくお願いいたしししまますす、はい、よろしくお願いします、はい、ただ、これが動かないという現象が起きておりまして、すいません、事務局の方、代わりに共有していただくことは可能でしょうか。えっと、私がじゃあ、ちょっと指揮法のページをちょっとだ、あのー、紹介しましょうか。ありがとうございます、はい。すいませんね、ちょっと待ってくださいね。 じゃあせっかくなんであの皆さんができるまではあのありがとうございますはいすいませんえー、っとですねさて はい、今出しますね。ありがとうございます。とか言ってこっちも準備できちゃったんで。はい、でも四季報させせっくなんでちょっと見せていただきましょうか。はい、はい、お願いします、ね。お願いします、はい。で、ちょっとこれがですね。最新のもので、まああの特色から読んでいただけますと。とまあ、独立系 si あの金融保険リーツークレジットカードが主体と。 野村総研 IBM、富士通向けが多いというふうに書いてます。で、まあ、これがの特色ですね。で、私たちがまず見ているのは、ここのコメント欄ですね。まず、その前半のコメント、今の状況を表している、最高益、流通運輸など、えー、非金融顧客の案件が牽引と、まあ、非常にポジティブなことが書いてます。そして、ここのポイント、配当成,配当成功40%で、えー、増配幅拡大もっていうふうに書いてあるんですね。うん でこれがコメントの前半というのは今の状況、そしてこの後半というのはあの今後の動きですね、はい、えその意味で、えー、このどちらもです、ね、実はかなりポジティブなことを書いていて、特にこの重点政策、アジャイル開発、AI など次世代型技術開発投資や DX 系技術者育成に注力、まあ、これが今、一番必要なあの日本、多分技術この DX の技術者ですね。 ここに今注力しているというふうに書いてあるんですね。なるほどそして、そしてここからですね、この、この部分、私が、えー、ま,まず見るのが、このバランスシートですね。はい、バランスシートを見ていただくと、自己資本比率77.6%、まあ、非常に高い。えー、そして、借金ゼロですね。おお<ー>、えー、無借金 K、素晴らしいですね。そ,うですえー、そして、現金同等物が62億あるので、今の時価総額は、まあ、この時点の時価総額161億なんで、ということは、 まあざっと実は100億ぐらいなんですよ、本当はね、エンタープライズバリューは。うん、つまり、あのほとんどこの時価総額のうちの3分の1ぐらいが現金ということです。<わ>そして、ここからこちらに飛んで、これが業績欄ですね。業績欄見ていただくと、えっ、ー、と2018年からですねまあ134億だったのが、まあ、今期予想で180億と。まあ ともにですね、売上利益、あの増収増益でずっと来てます。あのプロジェクションもそういう風になっていて、そして予想配当より回りが3.2%。ということで、まあ、配当もあって、えー、そして業績も非常に好調という意味では、もう割とかなりですが、ね、これは順張り、私たちの感覚でいうと、順張りの銘柄ですね。うんということになります。ありがとうございますあの本当にフォロー 心よりり感謝いいたたししまますありがとうござ今日 <laughs> めっちゃ分かりやすかった。そのあと私のこの、まあ、ホームページを見ながらね、<laughs> 皆さん企業様の見ていただくのはすごい有意義だと思いますので、さらっといきたいと思います。<laughs> はいいお願いします、はい、あの先ほどエミンさんがおっしゃってくださったように、うんうん、今注目されている人への投資。あの 政策でもありますね、すでに積極的に取り組まれている人材投資の戦略に強みがある企業さんでもありますし、独立系システムインテグレーター、実は普段の生活を便利にしてくれているような、そんな企業なので、あの皆さんにもね、身近に感じていただければいいんじゃないかなと思います。ソリューションとしては、銀行分野や証券分野、保険分野、クレジット分野、公共分野、流通分野など多,多岐にわたっているんですけれども、実は身近な企業さんです。 カンパニーステートメントは Your Best Partner。コーポレートスローガンは価値創造、耐えざる自己革新となっておりますで。サステナブルへの取り組みもしっかりされている企業となっていて、で中期経営計画目標を見ますと、このようなあの右肩上がりというのを、まあ、目標とされているで。もうエミンさんがね、詳しくおっしゃってくださったので、もう皆さんもコメント欄で無借金経営とか言っていただきましたが、財務的にもとてもあの見どころのある企業様です。 また IR 情報も、あの後でね、皆さん終わった後にホームページ、改めてご覧いただければと思うんですが、業績もエミさんがおっしゃってくださったように足元、この数字見ると、かなりいいですよね、エさん。そうですねあの、業績は顕著だと思いますし、わ、ま、り、あ、とこの,あ,のあと業界的にですね、この SI、そして DX 関連っていうのは、実はコロナの時にはあんま下がらなかったんですよね。うん 例えばハイマックスさんもコロナの時に高値から大体29%安、30%安ぐらいなんですよ、この前見た時にはね。ということはあの、えー、そういう時に、その時は結構新興企業って7割、8割ぐらい下がってた局面で3割ぐらいしか下がってないっていうのはやっぱり強いんですよ、そういう意味であのいわゆる景気悪化に対しても。うんなるほど あのおっしゃってくださったように、その景気悪化、これからリセッションというのが意識されるのであれば、あの見ておくべき見どころのある企業様だと思いますし、システム投資に対するニーズが継続していることや、成長性、それが成長性につながっているっていうところは、ポイントとして押さえておきつつ、じゃあ、どういった企業でどういうところが成長性にあるのか、詳しくはこの後のご講演、中島社長のご講演で。 詳しししくく伺っていいいいければと思いまますすのでよろしくお願いいたしますそれでは駆け足でしたが中島社長のご講演に移らせていただきます。エミンさん、本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。長くなってすみません。いやいや、はい、本当にありがとうございました。あり,したありがとうございました。それでは第2部に移らせていただきます。株式会社ハイマックス様のご講演です。株式会社ハイマックス様は、 当初プライム市場に上場しておりまして、証券コードは4299、本日の終わり値は1375円となっております。登壇者、ご紹介させていただきます。株式会社ハイマックス代表取締役でいらっしゃいます、中島剛社長、です中島社長どうぞよろしくお願いいたします。 えー、マイクを預からせていただきます。これからよろしくお願いいたします。よろししくお願いいたしますそれでは皆様、はじめまして。株式会社ハイマックス代表取締役社長の中島と申します。本日はお忙しい中、当社の説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。限られた時間ではございますが、当社の事業内容や、 事業戦略などをご説明させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。まず本日の目次でございます。この内容に沿ってご説明させていただきます。では当社の会社概要からでございます。設立は1976年。本社は 設立以来横浜にございまして今年度で47期目を迎えております事業内容はソフトウェアの企画設計開発及びそのメンテナンスのサービスを提供しております事業規模は2022年3月期の実績で売上高166円 えー、営業利益17億円従業員数は932名でございます次に直近の主な経営指標の推移でございます特に収益性の指標である売上高営業利益率および ROE がともに2桁となりましたまた 安全性を示す自己資本比率は約8割の水準となっております次に当社が属する情報サービス産業の歩みと社会情勢水色の棒グラフは当社グループの売上高の推移を表しておりますまだ売上高が10億円にも満たなかった 1986年から先端技術の研究開発の専門部署を新設し、また、失礼しました、1988年から人材開発の専門部署を新設。技術力の向上と人材の育成に継続して注力してまいりました。 2001年に j a スダ d ク上場2015年に東証一部銘柄に指定された年に売上高が100億円を超えました現在はさらなる飛躍を目指した中長期経営計画の実現に取り組んでおりますここからは当社の強み特徴についてご説明いたします 今期の、あ失礼しましまた、昨今の技術者不足への対応として新卒の採用者数を従前の30名程度から直近では60名程度まで増やし来年4月入社予定の採用者数は連結で85名以上とする計画であります。そして、 新入社員の導入教育を3ヶ月間しっかり行います。その他にも技術面や階層別に社内外の教育カリキュラムを整備し、また技術を確実に身につけ、着実に成長できるよう、スキルと経験を軸としたキャリアパス制度を整備しております。 ご覧の表は情報処理技術者試験制度などの資格取得の一覧であります資格取得者には社内表彰するなど積極的にチャレンジしてもらう仕組みを設け推奨しておりますこの実績は当社のホームページでも継続して掲載しており業界でも誇れる水準であると自負しております また、特に重点教育と位置づけているのは、データ分析などの DX 系技術者の育成と、プロジェクトの現場責任者であるプロジェクトリーダーの育成に注力しております。また、全社員に e ラーニングの必須講座を導入し、さらなるスキルの向上に取り組んでおります。 次にシステムのライフサイクルの全領域にサービスを提供できることが強みでありますまずシステムを構築するためにはどのような業務を処理をするのかといった企画から始まります次にシステムを設計し開発をいたします開発が終わり稼働してお客様が システムを利用された以降も保守・メンテナンスが必要となります。そして一定期間システムが利用されると次のシステム再構築の計画が検討されるというライフスタイルになっております。特にメンテナンスサービスは長期安定的な取引が確保できるとともに お客様の業務ノウハウハを蓄積すすることができますその業務ノウハウを生かすことで次期システムへの参入が優位になります企画設計開発の工程で領域を拡大し稼働後のメンテナンスで継続受注することにより 安定した売上高の拡大につなげております。次に、当社が開発したシステムをご利用いただいているユーザーの業種についてご説明いたします。銀行、証券、保険、クレジットといった金融業界向けが約7割、公共、流通、その他のサービスや 製造業などが約3割の構成となっております各業種のシステムは重要な社会インフラとなっており一旦システム障害が発生すると社会に大きな影響を与えますよって開発する側の我々も高い技術力と業務ノウハウを求められます 当社は創業以来特に高い信頼性が求められる金融業界向けを主軸に売り上げを拡大してまいりました次に主要なお客様についてご説明いたします大手システムインテグレーターとの取引は当社にとっての一番のお取引先である 野村総合研究所様などでありますまたシステムをご利用いただく企業様から直接受注しているエンドユーザー企業様は JCB 様や a l ソ o c 様などでございますまた30年以上にわたり継続取引をしているお客様は売上高の約5割 20年以上のおお客様では約7割を占めております。ここからは一般消費者の皆様の生活の中で当社が開発に携わったシステムが活用されている事例をいくつかご紹介いたしますまず生命保険業界向けでは営業職員が タブレット端末を活用してお客様と対面しているその場で保険商品がご提案できる保険加入審査シスピーディーにオーダーメイドの提案ができることで保険会社様の業務効率化及び競争力向上を支援しております。 次に、クレジットカードの偽造などによる不正利用が年間に300億円以上もあり、クレジット会社様にとって、その対策は重要な経営課題となっております。クレジット業界向けでは、クレジットカードの不正利用検知システムの開発に携わっております。これは 数十億件の膨大な利用利益から不正パターンを解析し不正利用の可能性を検知するシステムで安全で安心なキャッシュレス社会に貢献しております次に流通業界のコンビニ向けでは近隣のイベント開催情報や 天気予報などをもとに今後の売れ筋商品を分析しその品揃えの充実を図る店舗システムの開発に携わり暮らしに便利なコンビニの店舗運営を支援しておりますこのように当社が提供するサービスはユーザー企業様の経営戦略を実現するとともに便利で 快適な暮らしを望む消費者の社会的インフラととなってていると考えておりますまた昨今デジタルトランスフォーメーションいわゆる DX という言葉をよく耳にされるかと思いますが当社もこの DX 案件を積極的に受注するように取り組んでおります。 改めまして DX とは企業が蓄積したデータとデジタル技術を活用して製品サービスビジネスモデルやまた業務そのものや組織プロセス企業文化風土を変革し競争上の優位性を確立することと定義されております。 当社が受注している DX 案件の事例として、現在構築中でありますが、生命保険会社様向けのデータ分析及び機械学習モデル構築案件をご紹介いたします。これは効率的に保険の契約を獲得することを目的としたシステムの開発であります。具体的には、 例えば過去の営業記録などから契約に至ったプロセスを抜き出しこの膨大なビッグデータから機械学習モデルという AI を活用して契約に至った法則性を導き出し営業職員に契約獲得につながるようアドバイスするシステムですこのように当社はビッグデータと AI などのデジタル技術を活用したシステムの開発を通じてお客様の業務を変革しかつ競争上の優位性を確立する支援を行っておりますその他にもご覧のようなデジタル技術を活用した多くの案件を受注しておりますまた その他の DX 系の事業としては RPA の導入による働き方改革を支援しております RPA とはいわゆるロボットによる業務の自動化のことで人工知能技術を用いてオフィスの業務代行をすることです例えばこれまで5人必要であった業務を RPA を導入することで2人で行うことが可能になるというものです当社は国内大手企業様の大規模な作業時間削減プロジェクトに参画し RPA を活用し年間数万時間の作業時間削減に寄与いたしましたまた業務の生産性をさらに 向上させるため AIOCR を活用したソリューションを提供しております。OCR は紙の書類をスキャンした画像データなどから文字を読み取りコンピューターで扱える文字データに変換する技術のことです。この AIOCR と複数の業務システムを連動させる EAI ツールを連動させることにより例えば紙の請求書をスキャンで読み取るだけで会計システムへデータの登録が自動で行うことも可能となりますこのソリューションを導入いただきました企業様では請求書の会計処理業務が1ヶ月あたり約60% 削減できた実績がございますここからは業績動向についてご説明いたしますご覧のグラフはリーマンショック以降の推移を記載しております2010年3月期は売上利益とも影響を受けましたが以降回復基調をたどり 2015年3月期に売上高は 100, 円100億円を超えました。直近の実績では12期連続の増収、営業利益は9期連続の増益となっております。次に2022年3月期の業績実績を記載しております。売上高は 流通及び運輸業界向けの新規案件に参入またカードの不正利用検知システムや DX 案件の拡大により166億円と8%の増収利益面ではプロジェクト管理の向上に伴い特に非金融向けの案件を中心に 採算性が向上し営業利益経常利益とも17億円強とそれぞれ25%の増益となりました次に足元の業績動向として2023年3月期の第1四半期の業績はネット系の銀行やクレジット および DX 案件が引き続き拡大し売上高は44億3700万円と17%の増収利益面では移住者不足に伴い外注単価がアップし利益を圧迫しましたが生産性の向上と増収の効果で営業利益は4億 飛んで200万円と37%の増益となりました。このグラフは売上高と営業利益の四半期推移であります。前年の2022年3月期の第一四半期はコロナ禍2年目でありまだ売上利益とも前期比横ばい。 赤の矢印は横を向いておりますが第2四半期から回復傾向が現れて赤の矢印は右上がりとなり緑の棒グラフの2023年3月期の第1四半期も傾向は継続しておりますそして今期の通期の業績見通しにつきましては売上高は 177億5000万円営業利益及び経常利益はともに17億7000万円と引き続き増収増益を計画しております次に当社の株主還元策についてご説明いたしますまず安定的かつ適正な利益還元を 継続実施することを配当政策の基本方針としており、配当成功は40%を目安としております。この方針により、今期の配当計画は、通期で2円増配し、42円とする計画であります。配当成功は40.2%となる見込みであります。 また当社の株主優待制度は毎年3月末に100株以上保有する株主様に対しまして記載の保有株式数に応じて社会貢献型のクオ・カードを贈呈いたします投資魅力を高めより多くの皆様に 当社株式を保有していただきたいと考えております次に当社の株価の動向ですご覧のグラフは直近3年間の推移であります上段のグラフが当社の株価下段のグラフが情報通信及びトピックスとパフォーマンス比較したものであります 本日9月8日の当社株価の終わり値は1375円。配当利回りは3%となります。PER は13.2倍。PBR は1.6倍。また、時価総額は約171億円となっております。次に、 当社のサステナビリティへの取り組みであります。持続可能で真に豊かな社会の実現に向けて、ご覧のように SDGs で特に重要な課題を定め、本業を通じて、微力ではございますが、貢献してまいりたいと考えております。また、社会への貢献活動といたしましては、 創業のの地横浜への貢献をテーマに活動しております具体的には水源林を保全する活動を支援したりまた横浜市内の小学生が描いた環境をテーマにした絵日記の優秀作品に対しハイマックス賞を授与しております。次に 当社のホームページのご紹介をさせていただきます。当社の企業情報や財務情報を積極的に情報開示しております。またその他、サスティナビリティへの取り組みも掲載しておりますので、当社をよりご理解いただくためにも、ぜひアクセスしていただければと考えております。最後に当社の カンパニーステートメントは、いわばベストパートナーであります。お客様から信頼され、選ばれる存在であり続けることが、当社の存在意義であると考えております。また、お客様に加え、大切な株主様や投資家の皆様からも信頼され、選ばれる企業となり、そうあり続けたいと考えております。 以上で私からのご説明を終了させていただきます。本日はお忙しい中、当社の説明会にご参加いただきまして、誠にありがとうございました。中島社長、ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。 それではここから質疑応答に移らせていただきますが中島社長申し訳ございませんちょっと私のせいで押してしまったのでちょっとだけ今日のセミナー延長させていただいてもよろしいでしょうかいえいえ全然大丈夫ですよ申し訳ございません、はい、よろしくお願いいたしますたくさんご質問いただいておりますありがとうございます、はい まず、SDGs はトレンドですもんねというお言葉ですとか、あとは自己資本比率が高そう、財務がいいのは投資先として魅力的ですというお言とあとはあの、はい、この解説のように会社の内容もきっとまとまってるんだと思いますというようなもえさんのお言葉もいただいておりますありがとうございます。 では、ご質問、お答えいただきたいと思うんですが、まず、サチさん、御社のシステムを利用している業種について、詳しく教えてほしいですというご質問をいただいてますが、いかがでしょうかはいあの業種につきましては、あの金融、まあ、金融分野といったらよろしいですかね、はい、そちらが約まず7割、そして、えー、非金融ですね、いわゆる公共ですとか、まあ、流通ですとか。 まあそういった業界様向けの方が、えー、約3割という状況でございます。あの、<で>はい、はい、あの金融様の方はですね、その中でも特にあの保険業界さんのところに向けたシステムがあの一応強いというように自負しておりまして、あのなんかこう金融とか保険とかっていうと、あ、今、はい、あのパワーポイント。 共有していただきましたがなんかこう信用が大事な業種のイメージですので、その信用を任せてもらえるようなシステムを作っている企業様というふうに考えればよろしいでしょうか、はい、ああのさようでございましてですね、あの特にシステムでも、まあ、いわゆるお客様の業務の、まあ、主たる業務、機関系と言われるような、そういったあのシステムでもお客様の業務ど真ん中をですね、特に保険の業界なんかですと、 全面的に当社で受けられるようなあの体制が整っておるというのが強みかと思いますありがとうございますは業績に関してマドレーヌチャンネルさんからすごいね12期連続増収9期連続営業増益って確かにあのすごくインパクトがあるし安心感のある数字なんじゃないかと思うんですが、はい、あの高付加価値ソリューションっていうのがその。はい 業績にも影響していると思うんですけど、その高付加価値ソリューションについて詳しく知りたいという TI さんからあのご質問いただいているんですが、改めて教えていただいてもよろしいでしょうか、はいあのー、実はです、ね、私どもの会社名の由来にも、はいあのー、関係するんですけれども、はい、ハイマックスという社名はです、ね、実は、えー、ハイクオリティそしてソリューションーマキシマム。 そしてカスタマーズのサティスファクションということで、そのハイと、ハイクオリティのハイと、マキシマムの MA と、あとカスタマーの C とサティスファクションの S、これを取ってハイマックスと、社名をつけておりまして、いわゆる、そのなんて言ったらいいんですかね、この顧客満足度というかですね、そういったところを最大化するといって、その中で、 品質の高いソリューションを提供するということを目標に掲げております、うん、ですのでこのちょうど12期連続増収になる前まではですね、まあ、そういった高い品質のシステムをお客様に収めることをどうしたらできるんだろうということを一生懸命試行錯誤をしながら現在にたどり着いたかなというふうに感じておりますありがとうございます、はい、四ツ葉ハッピーさんから伸びしろは 新規顧客開拓というより、現在の顧客のさらなる契約料金の増加ですかというご質問が来ておりますが、伸びしろについてはいかがでしょうかはい伸びしろのところはあの、このご質問いただいたリスナーの方の、えー、コメント通りでございまして、あまり新しいお客様を開拓は実はしておりませんで、現在、お取引いただいているお客様のこれまで、えー、取引がなかったような あの隣の部署の <laughs> 業務とかですね、そういうところにこう入り込んで活かしていただいているような形でございます。ありがとうございます。はい、N さんから20年以上継続取引、取引が長い企業さんが多いというのはどのような要因があるとお考えでしょうかというご質問をいただいていますがいかがでしょうか。はい。こちらはですね、あの当社の、えー、社員、そして一緒に働いていただいているビジネスパートナー様がですね。 非常に切磋琢磨して、そ,のそれぞれのプロジェクトで品質のいいお仕事をしていただいていると、まあ、そうすると、ですね、自然にお客様からまたリピートオーダーということにつながっていることが、あの直接の大きな理由ではないかなというふうに考えております。いは とは金融機関でのシステムトラブルがたびたび起こっていますが、社長は原因解決法についてどのように思われますか。と島井長さんからいただいてますがいかがでしょうか。非常に難しい <laughs> ご質問ですね。<laughs> そうです、ね。<の>深いですよね。まあお答えいただける範囲で。えー、はい。<laughs> あの私自身ももう何十年前かあの担当させていただいたシステムがまさにそのような状況になってですね。 まあ、いわゆる銀行の ATM が止まってしまったとかですね、そういうことがございました、やはりあの大きな、まあ、企業様ですので、お客様が、その中でどれだけ細かくコミュニケーションを取りながら、あの仕様をしっかりとお互い確認し合ってできるか、そこをですね少しでも手を抜いてしまうと、まあ、ATM が止まったりあの、大変な事態に陥るのかなと。 ですので、まあ当社の社員のメンバーもすごく頑張ってもらっているのがそういうところだと思ってます。ですので、まあできる限りですね、いろんな部署の方と生の声を聞いて、あの仕様を詰めていくということかと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。人材についてのご質問もいただいてるんですけれども、あのアリちゃんさんからは人材確保、人材育成大事にされたんですねというお言葉。 なんかをいただいているんですけれども、御社が求める人物像というのはどういったものですかというご質問をいただいているんですが、いかがでしょうか。はい。あの、まあ、私も常日頃、あの社員の方には申し上げているのは、えー、仕事はやらされるものではなくて、自分から、えー、ポジティブにですね、あの、自ら行動して仕事をしてほしい。まあ、そういった自分から動けるあの感覚を持たれた人がぜひ。 あのお越しいただければなというふうには考えておりますが、まあ、なかなか難しいところですよね。<laughs> はいや <laughs> い,い,い,いあのもう社長の周りの方々たちを大切にしているお人柄が伝われるご回答でしたみたいなあのお話もいただいてますが、あの女性についてはあの、女性の社員の割合とかってどうなってますか、はい、みたいなのも、はい、もし分かればご質問があるんですが、はい、いかがでしょうかそうですね。現状30 ぐらいで、えー、女性の社員がおりますであの私どもの業界はですね昔からあのやはり結婚をされるともうそのまま退職というのがあの通常になっておりましてそこをようやくですね最近さまざまな、えー、方からいろんなお声がある中で、えー、少し変わってきたなとですので、えー、来年の春新入社員を迎え入れる予定の 85名ぐらいいるんですけれども、40数パーセントはもう女性の、えー、社員ということでございます。はい、まあこれはあのー、日本の人口も基本的には男性、女性半分半分ですから、そしたら採用も半分半分でいいじゃないかというまところもございます。<laughs> ありがとうございます。はい、あと、ズーズーさんからもうちょっと突っ込んだ質問なんですけど、はい、SE は労働時間が長いイメージがありますということで、本、はい、社の残業時間は月平均どれくらいですかって、まあ、残業時間は難しい、あの、今すぐは出てこないかもしれないですけど、はい、なんか残業とかって、はいいい、本当ですかえ,え、えいいんですか どういう働き方なのかなかみたいなところをお伝えいただけると <laughs>、はい、うう思うんですかいかがですかいが、ね、おっしゃる通り、この業界はですねあのいわゆる新しいシステムをリリースするときなんかは、はい、もう夜中、システムが動きますのでもう徹夜して朝までというのがございます。ただ、そこをです、ね、なるべく山田りはありながら平均的にいきますと年間で30時間弱が残業時間になっております。 でですのです休めるときはもうどんどん休んでもらうと、<laughs> そのような形であの皆さん、山谷の中、コントロールしてもらっているような状況で、もう社員にはもう頭が下がる思いでございます <laughs> ありがとうございまの社長ご自身についてもご質問が複数来ているんですけれども、はい、まず1986年に新卒でハイマックスさんに入られた。 っていうことなんですが、はい、詳しいですねこの方。あの SE やプログラマーとして業務に従事されてきたとのことですが入社したきっかけなどを教えていただけると嬉しいっていうご質問いただいているんですが。すね、はい。ずっとハイマックスってことですよね、あのー、一筋ってことですよね、はい。その通りでございます。<laughs> あの学生の頃に情報処理のあの勉強をさせてもらってまして。 でなぜその情報処理の勉強をしたかというとですねあの銀行に訪れたときにあのこれまではもう30数年前、もう40年近く前ですよね、<laughs> そのところはあの窓口であの現金を引き出したり預けに入れをしたり、まあ、待たされたりということでそれが ATM が出てきてですねすごく便利だなと、でもその裏ではコンピューターというものがここを支えてるんだということになんか気がついてですね それで情報処理の勉強をして、どんな新入社員だったんですかってご質問もいただいてるんですが、あのー、やっぱ最初からこうピカピカだったんですかいえ、もうあまり優秀ではなく、いわゆる会社の中でも上級管理職っていうんですかね、まあ、そこに上がるのも、もう後ろから数えて何番目ぐらいでした。 でただ、任された仕事はもう絶対に間違いなくやるっていう自負はございました出世欲がなかったんですね <laughs>、はい。出世欲がない方が社長になられたということで、きらぼしキラキラさんからも、あの他の方からもいただいてるんですが、中島社長はどのように社長になられたんですかっていうご質問があるんですけど、<laughs> ご自身ではどのようにお考えですか <laughs> あの私は全く社長になる予定はございませんでした。<laughs> いつの間にかですね周りの人たち、先輩方はじめ外堀を埋められましてあの、いつしか社長になってしまいました、えー、あの中島社長として、なんかハイマックスさんのこと、はい、ハイマックスの強みとか、中島社長から見たハイマックスって、はい、なんかどういったものですか、はい、まず第一に挙げられるのは、はい、間違いなく優秀な社員。 こここがが間違いいなく自、えー、自分が自慢できるととろだと思いますそに日々、えー、お仕事を通す中で自分のスキルをさらに向上させるために勉強もしてもらったり、まあ、そういうところを前向きにどんどんトライしてその勉強したことを実際に現場で、えー、試してみるということの繰り返しを行っていただけているのが強みかなというふうに思いますありがとうございます。 はい、あとは,あの今度は株主の還元についてもちょっと伺っていきたいんですけれども、増配したっていうのが結構響いてらっしゃる方もいらっしゃれば、あとは配当利回りが3%超えてるっていう、はい、高配当っていうところに魅力を感じている方、はい、また、あのはい、クオ・カードの優待があるのがいいですねっていう方もいらっしゃるんですが、その配当の考え方っていうのについて、改めて伺ってもよろしいでしょうか。はい あのまず、えー、配当政策のところで申し上げた通りですね、うん、あの適正な、えー、還元を株主の皆様にはしていきたい、で実はこれまでですね配当成功も30%というところにしておったんですが、はい、やはりこの時代の流れと当社の業績も上がってきましたので、しっかり40%配当成功を、えー、水準として、えー、頑張ろうということで。 あとはですねクオ・カードのところにつきましては、実は数年前に株式分割をしてまして、当時、100株お持ちの株主様が、そうすると200株になりまして、ですので、実はあのー、その株式数の、うん、え分割もですね微妙に少し <laughs> 段階をつけておりまして、100株ですと、えー、1000円のクオ・カードとかですね、200株ですととか <laughs>、こう 多少、ちょっとね、そういった段階をつけながら、あの保有していただいている株主様には、ぜひメリット感を得ていただきたいなというふうに考えております。うん、ありがとうございます。気になる方はね、ぜひ、はい、改めてホームページであの株主還元のところも見ていただければと思います。あと、ちょっとこれはお答えしにくい、そんなあのご質問かもしれないんですけれども、はい、業績もいいし、配当成功も4割、優待もクオ・カード、結構いいと思うんだけど、 株価1375円は率直な感想でどう思われますかっていうご質問や、あとはあ出来高がちょっと心配なんじゃないかっていうようなご質問もあるんですが、社長ご本人にとしては、ね、いかがお考えでしょうかそうですね、まあ、株価のところは、まあ、基本的にはわれわれが決められるあのお話ではないことは皆さんご承知だと思いますけれども、まあ、私個人としての, <laughs> あの、まあ、見解というかですね、考えていきますと、 やはり、まず、お約束した好評値の業績をしっかり上げることで。やはり、もう少し株価を上げていきたいなと。まあ、そういう水準に持っていけたらなというふうには考えております。ですので、あの、まあ、難しいですけど、金額はなかなかちょっと依存。そう,そうですよね。あよもも全然、全然、あの、今のご回答で、皆さん。<laughs> あなんか誠実にお答えいただいたなと思っていただけたと思うんですけど、出来高の方は、例えば増やすためにこういうことに取り組んでいくとかってあったりしますか、はいはい、あのまず、当社の知名度があの低いものでございまして、まあ、本日のような個人投資家様の説明会とかをやはり積極的にあの開かせていただきまして、少しでも当社のことをちょっとご理解いただく機会を作っていかなければいけないなということと。 あとはやはり業績の方をしっかり上げてあの株価がついてきてそこでやはり株主の皆様にもあ失礼しました投資家の皆様にもご評価いただいてそうすると、えー、おそらく出来高も増えてくるんではなかろうかなというふうに思っておりますありがとうございますではあと最後に2つだけ、はい、すいませんもう時間延長していただいてるんですけど、はい、あのまずすいません1つは、えー、皆さん 気になるところなのかなっていうふうに思っているんですが、あの他社さんとの違い、はい、っていうところのご質問があるんですけれども、なんか他社と比べて自分のところはこういう魅力があるよっていうところ、どういうところだとお考えでしょうか、はいあのー、先ほど来申し上げたとおり、社員のえ皆さんがですね、すごくお客様からあの気に入ってもらえる。 それは技術を伴って、えー、しっかりマネジメントもできたりということで、えー、まずはそういうお客様からご指名いただけるっていうところが、あのー、特に、えー、他社さんとは大きく違うかなというふうに感じてはおります。うん、あと、はい、もう一点はですね、何、あのー、て言いましょう、昔から、あのーえー、いわゆる 金融畑のお仕事をしてきておりますので、いわゆる品質というところに相当こだわりを持って、うんえー、システムを作り上げるというところもあの一緒についてくるかなというふうに考えておりますなるほど、長くやられているというところで知見もあ,りあるし、そこにも、はい、まあ人だけではなく優位性というのがあるといううことでしょうかう、ね、例えばやはりあのシステムを作り上げるのにあのなかなか えー、お金も出せないということでお安く仕上げたいというお客様もいらっしゃるんですけれどもその作り上げるシステムが本当に手軽に作っていいものかどうかというのをしっかりあのジャッジできるということかと思います必要な場合にはあのこれだけお金必要ですっていうのを <laughs> しっかりあのお伝えして、えー、あの検討いただいておるような状況でございます必要なところにはあのそういったアドバイスもされてるっていうことですね、はい、ありがとうございますでは最後にあのプライム 市場を維持するというところに取り組みに注目されているという方がいらっしゃるんですが、プ,ロイプライム維持への取り組みについても詳しく伺えますでしょうかはいそうですね、まずプライムを選択したところからあのご説明しますと、プライムを選択した理由としましては、やはり一番高度で厳しいこの外部の目にさらされるプライム市場というところをあの選択しながら。 いわゆる経営の高度化であったり効率化といったところを実現しながらですね中長期的にはえ企業のまあ企業価値の向上といったらよろしいでしょうかまあそういったところも図れるかなということでまずプライム市場を選択しておりますそしてえこのあとはですねやはりあの実はこれまで当社は M&A といったようなことは一度もしておりませんで えー、ここの12期連続の増収も、純粋にあの社員をあまり、配膜さんだけの力で来たっていう作、ね、用でございます。ですので、これから先を考えると、ですねやはり M&A なども視野に入れながら、もう少しあの業績、業用を拡大して、えー、進めていきたいというふうに考えておりますありがとうございます。 本当に時間延長していただいてありがとうございました。いやとんでもございませんお視聴者の方からも社長の人柄を含めてきっと個人の投資家はついてきてくれますよというあのお声ですとか上田さんからはあの社員さんを自慢できる会社素晴らしいですねというようなお声もいただいております。ありがとうございます質問お受けできなかった方、本当に申し訳ございませんがあの以上で質問のお時間は以上とさせていただきます。はい では、中島社長、最後にご視聴の皆様に熱いメッセージをお願いいたしますあの私、中島はこのような性格でございます。えー、その中で、えー、社員がみんなついてきて,きていただいておりますので、まあ、こういった会社もあるんだなと、まあ、しかも上場している企業でございますので、まあ、そういったことを少しご理解いただきながら、ですねあのこの先、えー、やはり DX というようなキーワードも業界にはございますし、 あのー、そういった明るい材料が大きいまあ業界でもございますのでぜひ当社の魅力を感じていただいて、えー、ご投資いただければ、えー、幸いでございますよろしくお願いいたしますありがとうございましたありがとうございました今夜のセミナーで皆様ハイマックス様に興味を持っていただいたと思いますのでホームページですとかあと社長のお言葉とかもホームページ載ってますもんね社長 <laughs>、はい とかあとととは株価とかぜひご自身でで、ね、チェックしししていいいいたただければと思まますすのでよろしくお願いいたしますそれでは以上で本日のイベントスのセミナーは終了とさせていただきます。もしよろしければいいでとチャンネル登録もお願いいたします。今日が皆様にとって投資の良き勉強の場、また良き交流の場であれば幸いです。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。それでは中島社長、ごちそうの皆、ごちそう、失礼いたしました。 中島社長、ご視聴の皆様、本日も本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。